ますよ。いっぱい今話弾みましたけど、もうエッチな話しちゃいましたね。ほんとキンクキンク。そうというわけで、はい、いつも私たち YouTube でこのギリギリ東京クリアーズという番組を配信してるんですけども、今回じゃないですね、このギリギリ東京クリアーズ生はスタジオで配信して、お客さんの前でやっちゃおうというものです、うん、今日、はい、ちなみにね、9時から YouTube の配信もあるので、うん、そちらもよかったら見てみてください。お願いします。はい、そして今回のプレゼンターはリンです。イエイイエイ。そしておまみやです。カルベです。リウチです。シーナです。私たちお掃除ユニット東京クリアーズです。よろしくお願いします。そんなわけで5回目のギリギリ東京クリアーズ生ですけれども、うんうんうん、ね、どうリン、初の最後回ってきたよ。そうですね、みんなそれぞれの回でね、いろんな色があったと思うんですけど、うんうん、まあその初めはリオンさんの、うん、その私に悪口を言うっていう。そうだね、あれは面白かったよね。モナモースね、面白かった、うん、あとカルベさんはあのお題に沿ったこれならどのメンバーかっていうやつとか、うんうん、お豆はあのたこ焼きのなんか罰ゲームみたいさせられたやつと、ね、違うよ、しーちゃんクイズだったねクイズ出しました。そうそう、クイズとみんないろいろねやってきたんですけど、ちょっと私色の感じの、うん、放送できたらなと思います。真面目楽しい、真面目やりましょうか。はい、早速初めの企画に行きたいと思います。はい、大丈夫ですか？大丈夫よ。いいですよ。初めの企画いきます、うん、USA ゲーム、イエーイ。 USA ゲーム、はい、この USA ゲームっていうのはダバンプさんの、USA っていう曲、結構今流行ってるんですけど、今ね流行ってるよね。 その曲に乗せて、ゲームをするっていうものなんですけど、あるお題があって、そのお題のあるあるをどんどんみんなリズムに乗せていっていくんですね。でそのダバンプさんのちょっと曲があるんですけど、うん、はい、聞いてもらいたいんですけど、音楽大丈夫そうですか？はい、お願いします。知ってる人もちょっと多いと思うんですけど、このサビに乗せて、これはもうね、みんな知ってるよね。ハロプロさんとコラボしてんだよね、うん、あ、そうなんや。そうそうそう、サリピだね。そう、この、うん、みたいな、そのアメリカの部分にお題を入れて、どん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 回していくってゲームなんです、うん、はい、音楽ありがとうございます。アメリカタタタラ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 にあるあるを言うと、そうです、そのメロディーに乗せてあるあるですね。あ、じゃあ、あれがずれてもダメだし、歌がずれてもダメだし、あるあるじゃないものを言ってもダメなんですよ。あ、例えばこう大きいの色3色とか、いや3色の国いっぱいあるじゃないですか、うん、それもダメで、まあ、あとはそのジャッジは私がするので、私はゲームに参加せずに、みんな4人に、あ、そうなんだ、はい、やってもらいます。リンの独断と偏見で。そうです、独断と偏見で。そして、間違えた人には罰ゲームで激マズドリンクを作ったので、わー、やだー、そのドリンクを飲んでもらいます。やだよ、ドリンク、ドリンクもらえますか、ドリンク。何よ、やだよ、引きずるよ、テキーラじゃないよね。リオチマジ買おうって言われてるよそんなやばい顔してたの？ちょっと待って、ヒロちゃんやばい顔してた？いや、あ、そうね、楽しそう、怖い企画だ、うわ、ちょっと頑張ろう。なかなかのプレゼン、うん、いいプレゼンですね。リンちゃんは飲まないパターンね、ちょっと避けてるよね。あ、だからじゃん、飲まないためじゃん。飲まないです、まずいです、ずるい、味見してたから味見はしてる、え、自分飲まないようだから相当まずいの用意してる。綿密に作りました。はいはい、ミント先輩呼ばれてる。ミント先輩ね、めっちゃ呼ばれるのよ。人気読んじゃない、うん、お豆より。じゃあどうしましょうね。ミント先輩ものすごい呼ばれる。どっちか、シーナさんかお豆さんからか、うん、初め、どっちがいいですか。シーちゃんがいる、こっちがいる。いや、いつもそっちからじゃん、名前。でも、だって遅い方が被んないようにしなきゃいけないから。そう、被ってもダメです。先の方がいいよ。あ、じゃあ先に、あ、じゃあこっちからでいきましょうかそうでしょ。じゃあこっちからにします。いいもん、全部リン決めていいよ、うん、じゃあいつもこっちからなんで、こっちから、うん、右からやったことありますか？え、一回もやったことないよね左おまめさんからね、お題はアメリカでお願いします。あ、アメリカ、アメリカ、アメリカ、で、カーモンベイビーなんとかっていうのはみんなで一緒に言ってください。じゃあアメリカで、ちょっと、え、ちょっと待って、ちょっと、行こう、行きますよ、せーの。カモンベイビーアメリカ、毎日だいたいハンバーガー、カモンベイビー
きにくい。確かに。カモンベイビーアメリカ。好機が欲しいっぱい。カモンベイビーアメリカ。ステーキの肉がでかい。おカモンベイビーアメリカ。日本人見たら大体、おベイビーって言ってくる。はい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 、あれ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 、ちょっと待って、難しい難しい、まだ2週目ちょっと考えてなかったわ、うんうん、でも面白かったです。本当あるある、いけてた、いけてました。国旗の話めっちゃ出てきたよ、ほんまに。めっちゃ出てきましたね。で、書きにくいと星がいっぱい言うてた。何今、今ははいはい言うてたよな。あの理由があれば、赤ちゃんの目大体青いにしようと思ったんだけど、うん、青はあるからね。そうって思って、確かにそうか、そうだよね。アメリカっていろんな人いるもんね。オーベイビーって本当ですか。え、本当に大体オーベイビーとか絶対言ってくるから、ベイビーって。あー、子供だからやっぱ日本人は、あ、若いから、ね、そうそうそう言われるんだ。みんな言われ、みんな言われる、言ったら絶対に。絶対絶対絶対。まあまあまあ、ということで、出てこなかったリオンさんに罰ゲームの一気でお願いします。え、何この色、何この色。泥水やん。わ、コーヒー。え、全然美味しい匂いするんだけど。じゃあ、わ、なんかすごい、なんか酸っぱい匂いする。コーヒーで酸っぱいって何。一気でお願いします。うわー、うわー、うわ、痛い痛い、喉痛い、痛い、うわ、怖い、あー、痛いって何か、辛い、辛い、これ辛い、辛い、え、声枯れた。そう、これね、いろいろ入ってるんですよ。コーヒーと、あ、まあ、まだ言わない方がいいですかね、何が入ってるか。でも嫌な気分になる。そう、コーヒーといろいろ入ってます。なんか、ベロが臭い。嫌だ、コーヒーね、臭いよね。なんか、お豆リズムおかしいとか言われてたけど、確かに。お豆さ、字余りだよ、ね、そうだよ、大丈夫でしょ、それは、ね、語呂悪いのは。だってそれは言われてないから、別に字余りとか上手に、字余りだけど上手にやってはる。そうだよね、りんちゃんが決めるから、それは。ちょっと待って、りんちゃんが決める。あの、字余りって上手じゃないから。でもりんちゃんが決めるから、独断と偏見で。そうです、決めるの。え、嫌いなの。いや、あれは誰が見てもおかしかったね。そうだ、ハイハイしか言ってないんだから。行きましょうか。じゃあ次のお題は、はい、変わるのか、そっか、そっか、夏休みでお願いします。おー、ちょっと待って、今夏真っ盛りじゃないですか。夏休みのあるあるですね。カモンベビー夏休み、夏休み字余りじゃん。え、でも字余り大丈夫ですよ。大丈夫だね。カモンベビー夏休み、ちょっと待って、臭いわマジで。臭っ、やばいやばい、ちょっと待って、今日行こう。オッケーオッケー、大丈夫ですか。またお豆さんから。分かった、見ます、全然入らないよ、うん、はい。行きます、せーの。カモンベイビー夏休み、セミの抜け殻集める。あー、カモンベイビー夏休み、流れるプールス沈め。カモンベイビー夏休み、子供が毎日どっかいる。ダメダメダメです。だってだって夏休みじゃなくてもいるじゃん。そうよ、ゴールデンウィークもいるし、週末もいるし、待ってよ、夏休みじゃないと子供消えるみたいな感じですよね。臭いってこれ。2杯目ちょっと待って、辛いわ、やばいわ。止めようか迷ったんですけど、ちょっとやっぱ間違っちゃったんで。間違ってた、間違ってますよね。うち音のハメも良かったと思うんだけど、うん、でも子供はいつもいるんですよ。リオちゃん狙われてるって、狙われてるな。いや、でもどっかいるはおかしいな。うん、毎日どっかにいるから子供は。うわー、なんなん、あ、無理、かわいそう。なんか全部リオちゃんが多いね、さっきの。待って、マイク臭くすんのやめて、やめて、やめて、ふーってしないで。やだ、味どう。まずいよ。でもうちのこの天才的な神の舌で言うと、え、なんかね、辛み入ってると思うんだよね。おお、入ってますね。何に、何、何ベースに。コーヒー、コーヒーベースに。でもコーヒー好きじゃん。いや、そういう問題じゃないじゃん。でお前コーヒー飲めないからね。お前コーヒー嫌いなの。だから地獄だよね。地獄。やばい。次行こうか。タバスコ？え？あー、でも惜しいですね。タバスコじゃない。またあの変な粉入れてんじゃないやろ。怖い。中華料理入れるやつ。お豆のたこ焼きの時に持ってきて粉入れてんじゃないやろな。最初は入ってないんです。
丈夫です大丈夫です。そういう感じがするな、うんうん、こっちにまで匂いが流れてきそうって言われてる。配信のすごいのやめてはーってしないでやめて行こうか。はい、じゃ次のお題は、はい、3歳で、3歳児3歳児子供ってこと。3歳児3歳児のあるある。3歳か。カモンベイ3歳3歳でいきます。わかった。りんちゃんの嫌いなそう私ちょっと2週目もやばいわ好きですよ、子供好きですよ大丈夫そうですか、はい、いけますか。最初 の、 あのリズムが難しい。3歳児になるってこと。カモンベイビー3歳3歳3 歳、 3歳、うん、ちょっと、うん、分かんない、任せるわ大丈夫ですか、思いつきました。OK、3歳いいですか。ちょっと待って、はい、またこれ飲むかもしれないどうしよう。はい、それではイエスゲームスタート、せーの。カモンベイビー3歳なんでもかんでもいや。おー、カモンベイビー3歳とにかくおねしょをする。おー、カモンベイビー3歳保育園に入れるか迷う。あー、カモンベイビー3歳クレヨンしんちゃん大好き。カモンベイビー3歳ちょっと待って、あれえちょっと待って、ちょっといい、クレヨンしんちゃん好きかどうか分かんなくない。そうだよ、世代だよそれは。あるあるでしょ、世代世代。ない3歳大体好きでしょ、クレヨンしんちゃん。アンパンマンとかもあるから。そんなことない、プリキュアとかのが好きじゃない。クレヨンしんちゃんがちょうどいい年頃だと思うよ。あ、どうぞ、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いやー、どうかなー。3歳は。いや、クレヨンしんちゃんはちょっと微妙だと思う。飲ませますか。ドラえもん好きかもですね。ドラえもんだったらいいの。本当に。なんだそのジャッジ。どうぞ。うわー、きつい。いってらっしゃい。いってらっしゃい。よかったね、二日酔いじゃなくて。いいよ。それな、昨日な。うわ。お酢、お酢入ってるじゃん。お酢は入ってないです。ね、なんかお酢系ない。酸っぱいね。多分ね、多分レモンなのよ。そうですね。レモンなの。レモンか。酸っぱ、うわ、苦酸っぱ、辛い。何種類も入ってんだ。何種類も。うわ、辛いのもいる。臭い人続出。うん、アンパンマンならセーフ。アンパンマンだったね。そう。アンパンマンじゃないの？うん。いや、あるあるだよ、アンパンマン。アンパンマンはあるあるよ。マジで、クレヨンしんちゃんじゃない？あのね、今のところね、こっちサイド臭いから。やばいやん。そうですね、マジ臭いわ。こっちサイド。じゃあ今度こっちから始めます？あ、そうしようじゃん。あ、確かにね。そうだね。そうした方がいい。逆サイドから。そうしよう。はい。はい。じゃあお題は、まこさんで。マコさん。東京クリアーズの運営のまこさんのあるある。ちょっと待って。まこさんのあるある？ちなみにお題もあのみんなに秘密で結構考えてきたんですよ。え、だから急に言われてるから考えられない。はい、そう、まこさんのあるある。ね、まこさんのあるある笑いな。長い時間をね過ごしているのでね。そうですね。みんなの。あ、でもまこさんだったら結構ずっと出てくると思う。嘘。え、わかんないわかんない、ちょっと待って。あ、そう。はい、あ、そう、はい、大丈夫ですかね。はい、大丈夫ですか。大丈夫です。はい、じゃあお題はまこさんで USA ゲームスタート、はい、せーの。カモンベイビーまこさん今年は痩せるって言うカモンベイビーまこさん大きな運って文句言う確かに。カモンベイビーまこさんボトムがいつもピタピタボトムピタピタアウト。ボトムピタピタアウト。いつもピタピタじゃないですよね。いつもピタピタだよね。ロンスカ履いたりとかもしますよね。最近スカート多い。最近スカート多いから。それ最初のまこさん。最初のまこさん。ピタピタしか見たことない。それ最初の記憶だわ、もう。いっぱいあったのにね。いっぱいあったの。え、なんて言うとしました。え、警察官にでも勝てる。いや、これほんとすごいよね。すごいよ、なんか上の水上公園とかで多分なんかちょっとややこしい感じのなんか、なんで言われても、とりあえずピピって止められて車で横断、なんか渡ってきたでしょみたいなこと言われててもう、有無を言わさずうわーって言い返して
いやいや見てたみたいな、私ここから来てみたいな、すっごい強く見て、そこ出口だからみたいな、そうであーってなってそうそうそう、警察官があーってなってて、すげえなって思ったんだけど、まこさんすごいですね、私さシートベルトがさちょっとまだあれだったからさすぐつけたんだけどさすごい、すごかったのよ本当に、ね、であとさ本当に大木さんの運転にめちゃくちゃ言ってるんで、あ、でも、うん、でも大木さんだけじゃない、基本あの多分助手席に乗るとまこさんが自分がやっぱ運転できるからすごい多分イライラしちゃうんです、その運転してる人に対してで大木さんがトイレ行ってる間になんかでもあんまり言い過ぎるとさって言ってたけど、そう、あ、運転してもらってるからねって言うんだけど、いや結構言ってますよ、ね、思うんだよね、言われてますよね、大木がうんって言ってます、いや、和子さん面白かったね、面白いじゃん、はい、じゃあ飲んでください、ね、あー忘れてると思ったのに、はい、うわ嫌だわ、絶対飲みたくない、めっちゃまずい、あ、匂い嗅ぐ、うわ、うん、普通にコーヒーだね、いただきます、一気ですよ、一気に行った方がいいって、一気に行った方がいいって、ちょっと待って、危ないから、怖いよ、一気に行った方がいいよ、一気に行った方がいい、コップベコベコになって震えてるやん、震えてる、何やつ、シンプルに、あ、なんかゲロなんかね、ずっとなんか喉のここら辺が臭いよ、ね、うん、なんかあのゲロチョコ&ゲロフラペチーノみたいな感じ、いやいやゲロゲロフラペチーノやばいね、まずいですよね、七味、七味じゃないですね、まずいです、なんかね、そういう感じだよね、でもこれ私作る時何回も味見してるから何回もまずいまずい思いしてる、いやいやまずいまずいよ、それもうオウムみたいになってるやばいね、うん、まだお豆さんだけ飲んでないですね、そうだね、飲みたくない、1個あるから飲んだら、いやいやお豆はりんちゃんに飲ませたい、いやいや、いや私も飲みましたから、なんか最後はさカモンベビー、 あんたも入ってよ、えでみんなで審議、みんなで、みんなでね、みんなで審議、やだー、はい、やだどうしよう、じゃあお題何個か考え、最後考えたんですけど、うん、みんなに決めます、どれがいいか、あ、いいよ、遠くりか、うん、コンビニか熊本か小学校、あーあーいいよ、はい、でも遠くり、遠くりがいいんじゃない、遠くりにします、うん、うん、うん、ちょっと待って、でもえ、それメンバーでもいいの、例えば遠くり、メンバーでしょ、メンバー内、メンバー、メンバー内じゃなくて、な、何、遠くりっていうくくりで、遠くりでもいいし、遠くりあるある、ちいちゃんなんちゃらするとかでもいいと、ね、でもいいってことだね、あー、それしますか、メンバーのあるちいちゃん何々しがちみたいな、しーちゃんばっかりだね、しーちゃんみたいな一生出てくる一生しーちゃんや、メンバーの全部にしますか、じゃあ、うん、それでもいいし、それにしますか、うん、OK、OK、遠くりでもいいし、メンバーでもいいってこと、うん、うん、でもむずいな、ちょっと待って、めっちゃ出てくるえ、むずいですね、出てくるけどむずいね、なんか言っていいのかなっていうので考える、まあ、じゃあそうだね、うん、そうだよね、うん、OK、 OK です、はい、やばい気がする、まさか言うと思ってなかった、そうだよね、はい、やばいやばい、やばいかも、じゃあ肩紐って言われてる、えやだエッチ、すいません、お茶がちで、ありがとうございます、サービスって聞かれてはい、じゃあ、うん、どっちから行こう、どっちにします、こっちから行こう、こっちから、じゃあお題は遠くりで、遠くりで USA ゲームスタート、せーの、カモンベイビー遠くり、飲みすぎるとすぐ下着、カモンベイビー遠くり、リンの衣装の着方雑、カモンベイビー遠くり、楽屋いつもうるさい、カモンベイビートークリリオチ視聴率集める、カモンベイビートークリとにかくみんなバラバラ、カモンベイビートークリ楽屋がいつも綺麗、カモンベイビートークリ顔がみんな可愛い、カモンベイビートークリ私以外声低い、カモンベイビートークリいつもしーちゃんいない、いるいるいる
デビューフェスタイル。カモンベリートークリ、焼肉がとにかく好き。カモンベリートークリ、リンがあちょっと言えずって言ってる。朝日奈で飲む？そうね。カモンベイビー朝日奈、カモンベイビー朝日奈、わー受けてください。めっちゃまずいです。まずーまずいよね。まずそうね。飲まないように作ったのね。あーよかった、飲まなくていい。あーお豆だけ飲んでない。熱い。嬉しい。で、火打ち2杯飲んでるから。そうね、しょっぱな。あと味が悪いですよね。結構よかったね。遠くにあったね。遠くにあった、いっぱい。自分の言われちゃったから聞きに行っちゃったんですよね。そうだね。そしたらポンって飛んで、リンが、はじめさんですって、だいたいいつも、なんか、なんのことないですって、助けてくださいって。助けてください。 SE 始まってんのに、なんか髪飾り助けてくださいしなさい。 SE 始まって髪飾りついてたらすごくない？本番の5分前に食べてんの、こっち。そう、そう、行くよって言われてるもんね。そうね、マイペースですね。みんなマイペースですね。みんなマイペース。スピードが違うね、いろんなね。そうですね。まあでも無事りんちゃんが飲んで、はい、いい、うん、おしまいの仕方なんじゃないですか。そうだね。でもこのゲームとか面白いんで、みんなもよかったら、ねね、やってみてください。結構なんか流行ってるみたいです。あ、そうなんだ。どこで流行ってる、ね、みんなどこか、そういうパーティーピーマンのところで流行ってる。また男か。みんなトークじゃない。パーティーピーポーだけでは流行ってる。パーティーピーポーで流行ってるみたいで。パーティーピーポーで。YouTube でもすごい、なんか800万回再生とか。すごいね。なってるゲーム。あ、すごい。面白いもんね。うん、やってみてください。以上、USA ゲームでした。みんなも結構あるある言ってくれてるコメントで。ちょっとコメント拾いますか。よくとミント先輩になる。それお豆だけだから。ほんまに。しーちゃんいないんだって言われて。しーちゃんいるよ。いるんだけどいないの。いないんですよね。いるけどいない。みんなでなんか歩いてる時と空港とかも一人。空港ほとんどいなかったね。うん、熊本の。熊本の空港マジでいなかった。ちょあとで話しましょう。それは後でお話しますから。なんでいなかったか。モザイク状態大丈夫かな。あら、やばいじゃん。映しちゃいけない感じになってんの。大丈夫。大丈夫ですか。大丈夫大丈夫。大丈夫やって。でも見えてるもんね、今ね。うん。ニコニコが終わっちゃうんだっけ、うん、大丈夫。まだまだある。まだ大丈夫。20分あるから。じゃあ、大丈夫ですかね。次の企画いきます。はい。行きましょう。はい。教えて、リン先輩の相談室。イエーイ。なんだそれ、なんだそれ。はい。なんか落ちちゃったよ。何リン先輩。はい、次の企画はですね、リン先輩の相談室というもので、もう私だけ、私が一番最後にトーク入りに入ったんですよ。はい、一番後輩なんですけど、まあ、やっぱなんか大人のとこあるじゃん、後輩だけどさ。急に来たよ。そうなんです、急に来たよ。ということでね、メンバーが私にちょっとなんかアドバイスとか相談してもらって、うん、後輩が飽きたのね。そうなんです、後輩に飽きたんですね、ちょっと。なるほどね。そう、あんまりやっぱ後輩だと言えないじゃないですか。あー、ね、なるほどね。何の先輩なの。まあやっぱ人生の先輩じゃん。人生の先輩なんね。人生の先輩ということで、うんうん、相談をしてもらいます。はい、なんか相談してくれってことですか。うん、相談したらアドバイスしてあげるんで。私たちが後輩ってことでいいってことです。だから林先輩に聞けばいいんですよね、どうしたらいいかをね。そうそう、そういうこと。わかりました。ちゃんと敬語使ってくださいね。おー、わかりました。今度お願いします。じゃあまず椎名さん、椎名から。そうね、私、苗字がないんですよ。うん。で、エゴサしづらいんですよね。あー、なるほど。ツイッターとかで、うん、そうなんですよ。自分の名前をググると変な外人のお姉さんばっかり出てきちゃうから。で、ちょっとなんかあだ名とかつけてもらえたら嬉しいなと。あだ名。はい。でもその名字がないっていうのはやっぱ自分で決めたじゃん。最初にね。最初に自分で決めちゃったから。まこさんが決めたらしいんですけど。まこさんが決めたの。でもそれを承諾したんですもんね。うん、そうです、うん、そうです。やっぱそれは自分が悪いと思うな。自分が悪いと思うな。そう、でもどうしような。苗字が欲しいってことですよね。うん、ですよね。だよね。だよね。
ミヤジンなんか自分の特徴をつけたらいいんじゃない？ああ、確かに。ブラックシーナ、ブラックシーナ。そういうやつね。ブラックシーナとか。あ、でもやっぱシーナが英語だから英語系の名字がいいってこと？違う？英語だとその外人のお姉さんが出てきちゃうならなんか、なんだろう、漢字で黒シーナ。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 黒だシーナ。シーナ、シーナ、あ、シーナ、黒沢シーナ、うん、黒沢シーナ、どうしても黒が、うん、黒が入ってくる、黒以外で、まあ、あと思い切っても嬉しいなにするとか、あ、嬉しいなね、嬉しいな、あ、嬉ですって、嬉しい、いいかも、嬉しいな、嬉しいな、嬉しいなハートみたいな、ハートも、ハートもつけちゃう、嬉しいなハートにしましょう、いいじゃん、しま、あ、ありがとうございます林先輩、じゃあ今日からハッシュタグ嬉しいなハートにしましょうかそれ、ほんまか。ありがとうございます。じゃあ次はリオチ。リオチ。リオン。そうですね。結構重たい相談してもいいですか？はい。この機会ないからね。せっかく先輩なんだよな。私クリアーズを作ったのが7年くらい前なんですけど、そこからずっと活動してて、で本当に卒業していいのかなって思ってるんですけど、どう思いますかね？でも卒業したいって言ってたじゃん、やっぱり卒業したいから卒業決めたんじゃん、そのまだ迷ってるってこと、え、だから本当にこんな迷ってるってことあんたが言い出したのにまだ迷ってるってことだって本当にこのまま、このまましていいのかなって、こうもうちょっとこうみんなに何かしてあげれることあるかなって、こう、ね、いいのかなって本当にどう思う、どう思いますか、うん、悩むんだったら卒業じゃ一人で辞めたらいいんじゃない、卒業、まあ、一人残ればいいって、一人残ればいいって、うん、と、はい、だから、はい、4人を見送ればいいってことですよね、一人残ればいいんだ、迷うぐらいなら、うん、確かにそうしたらファンの方もやっぱ喜ぶし、もっと他になんかいいアドバイスないですけど、まあでも女性としてはやっぱ一度決めたことをくよくよ後悔しちゃいけないね、あ、女性としてはなるほど、なるほど、なるほど、その今くよくよしてることがダサいって、そうダサい、なるほど、なるほど、ダサいんですか、私ダサいね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 、すいません、じゃあの潔くやめます、卒業します、こんな姿見たくなかったですよね、先輩ちょっとがっかり、リン先輩ちょっとがっかり、あ、本当ですか、でもっと違う質問の方が良かったですかね、そうです、でもいい質問ね、やっぱり今しかできない質問だから、そうですよね、うん、はい、ブレないでね先輩ブレちゃうブレそう、はい、ブレそう、じゃあ次はカルベちゃん、カルちゃん先輩、なんか私トマト嫌いで、うんうん、トマト最近は食べるようにしてるんですけど、中身のあのぐちゃってした部分がどうしても好きになれないんですけど、どうすればいいですか、その場合は、まあ、加熱して食べたらいいんじゃない、いや加熱してもなんかドロドロが治んないんですよね、崩すペースト状にするってこと、ソースにしちゃう、おまずそう、でもミートソースとか食べれるかな、あ、好きです、どうしたらいいんだろう、ぐちゅぐちゅを直すには、うん、本当に美味しいトマトを食べたらいいと思う、え、食べさせてくれますか先輩スーパーで買ってくださいスーパーで買ってください、え、じゃあ美味しいトマトを食べればいいですね、美味しいトマト、なんか私もウニがもともと嫌いで、え、先輩好きじゃないですか、先輩めっちゃ好きですよね、ウニが大好き、そうなんだ、ウニ嫌いで、でも美味しいウニを食べたらもうそっから全部のウニが好きになって、やっぱ先輩クラスになると連れてってもらえるんですね、美味しいウニの、美味しいウニは美味しいウニのとこどこで食べるんですか、どうやってウニを食べさせてもらってるんですか、いや、おばあちゃん家で、おばあちゃん、東京では美味しいウニは食べれないんですか、美味しいウニ食べれる、高いとこ行けば食べれるんですよ、 お金持ちなんですかいや、みんな食べてるじゃん、美味しいウニ食べてるわかりました、じゃあ高いウニ、高いトマトを食べたら食べてみます、うん、多分、カルペちゃんまずいトマトしか食べてないよね、今まで、うん、高いトマトを食べれば食べられるようになります、なるほど、はい、大丈夫かな、コメント、あ、自分で作ってみたら愛情感じるかもよ、
あ、トマト育てようって言われてる。おお。あ、でも育てるのよ。確かに。いや、ほんとそうよ。子供のよ、まだ食べれないじゃんね。かわいそうに。いや、でもやっぱ育てて育てて食べるために育てたんやったら食べるんじゃないかな、うん、結果このカメさんって人がいいアドバイスだったんじゃないの。ちょっとカメ先輩、カメ先輩、カメ先輩に聞けばよかった。サソリ食えるのに。サソリ、サソリ、ひじきちゃん元気って。元気。あ、また来てんの、うん、もちろんもちろん、また来てんの。乾燥に強いからさ、熊本から帰ってきてもまだ全然元気だった。あ、すごいね。へ、何の葉っぱだっけあれ。アキラ。あ、お金がなるんですよ。へえ。めちゃくちゃ笑ってる、怖い。嬉しいな。嬉しいな。先輩ありがとうございます。いえいえ。はい、で次お豆ちゃんかな最後は。あ、じゃあお豆はあの今年で30歳なんですけど、あのお豆に足りないものって何ですかね。ああ、お豆ちゃんに足りないもの。はい。あります、なんかあのアドバイス。普段見ててね、やっぱ色気かな。あ、なるほどね。色気があったらこれから先もっといいですか。うん、なんかやっぱお豆ちゃんっていう可愛いキャラクターがあるのはいいんだけど、うん、そのキャラクター化しすぎてちょっと色気を感じないんだよね。もういいって、そのキャラは。うん、もうちょっと。なるほど、ね、もう十分頑張った。お豆ちゃんも十分頑張ったから、このキャラクターやめて行った方がいいってことですか。そう、だから30歳になってからもちょっと、もうちょっとね、セクシーな感じ、色気を出して、うん、あ、なるほど。でも秘めてると思います。やっぱり中にはある。出してないだけで、うん、出してない。中にはある。え、ちょっと見てみたくないですか。え、どういうこと。え、色気、どういうこと。ちょっと色っぽい顔とかしてみてもらってもいいですか。あ、先輩、あ、いいですか。いいですか。ちょっと、どこに、私、お豆の色っぽいとこ好きなの。でも 色系を出してた方がいいよ。出してないだけど、うちは知ってる、うちは知ってる、結構2年前ぐらいから。結構前やん。結構前。見たい。何をどう、何をどうすればいいの。あ、すごい、あ、こっちにちょっとキャラものじゃない。雑すぎる。女の顔隠してる。女の顔するわ。そう、普段ないやつ。どうです、先輩。そう、こういうことです。もうちょっとお口開けて。あ、いい感じ。ずっとこれで喋ってる。ちょっとそれで喋ってみてて。お豆はやっぱり。あ、いい。あ、よ、あ、いいよ。いい、いい。ビビビビューティー。え、いや、こんなやつ本当おかしいやん。一人ずつなんか、そういうアドバイスくださいよ。そう、あ、こうした方がいいみたいなね。こうした方がいい。この先こうした方がいいっていう。お豆は色気じゃないですか。カルベは何ですか。カルベちゃんは、まあ、やっぱもうちょっと自立することね。自立ですか。そう、ママから離れなさい。それでも先輩ずっと言ってますよね、結構ね。ずっと言ってますよね、うん、ママから。ママから。これもママのね、イヤリング。そう、そう、これもママの指輪。もうね、いつまでも子供じゃないんだから。はい、わかりました。ママ離れね。それが大人の第一歩ってことですか。そうですね。さて、うん、よかった。私はどうしたらいいですかね。そうね、リオンちゃんは、はい、やっぱもっと声を、え、声を変えた方がいい。変えた、声を変えた方がいい。もうパーフェクトだから声を変えて。声だけが邪魔してると。声だけが邪魔してる。手術みたいなこと。手術。物理的に。そう、なんか出てきた。あとは全部いいんですか。あとは全部。あと、ま、声はお豆ちゃんにも言えることね。そうですね。だからそれ言われるかなと思ったんですけど、シンガポールでも何がダメって言ったらやっぱ声って。そうなんですよね。実際言われてるからね。そうなんですよ、シンガポールの方にね。そうそうそう。でもこれやっぱお金かけないともうどうにもできないしね。そうそう、お金かけないで。例えばこの声なんですけど、どう気を使ったらいいですかね。今ちなみにちょっとこれは今声高くしてちょっと喋ってるんですけど、いつもより。ん。じゃあ一番出しやすい声はどの声。今これで喋ってますけど、うんうん、普通の一番出しやすい声は普通にこれぐらいなんで。わかります、わかります、それはわかります、うんうん、普通の。どうすればいいですか。ふざけたみたいな、ふざけた時のあの3歳児みたいな声出す時。あーっ、あー、そっちのやつみたいな。それでちょっと、ちょっとそれで喋れる今。え、にぃ先輩どうしたらいいですか。あ、絶対そっちの方がかわいい。ね、かわいいよね、そっちの方がいいね。いや、私もう27なんですよ。うん、え、これでいいですか。
か？え、こっちの方が可愛いと思う。え、本当ですか？これでもね、これで1時間ぐらい喋ってるともう次の日超えてなくなる。マジで、うちらの声でこんなことやってるとね、危ないことになるのね。本当にやばいんですけど、うん、え、でも可愛い。可愛いよね。口数減らせばいいんじゃない？確かに、あんま喋んないで、たまに喋るとそう、あんま喋んないで、喋んないで、こんな感じで、みゆちと声取り替えてもらおうって言ってるよ。あ、みゆち可愛いよね。ヘリウムガスに頼るか、ヘリウムガス、じゃあちょっと お豆ちゃんもちょっとやってみてもらいたいな。可愛い声、お豆だよ。ん？ん？待って、お豆色気忘れてるから。あ、色気色気だそれ。え、むずいんやけど。むずい。あ、それちょっと声高く。何？もうお豆ちゃん。ミスパー。え、結構声ちっちゃくない？結構ちっちゃくしないと。しかもこの角度から動けないし難しいんだよね。あ、でも2人とも可愛い。え、なんかね、え、ほんと？いけてる？いけてるよね。あ、うなずいてる。ねえねえ、え、嘘、一人しかうなずいてないんだけど。マジビビる。でもマジビビるね。そう、キャラがおかしくなるね、これね。普段でいられなくなっちゃう。え、そう、普段で全然いられない。やめた方がいい。やめた方がいいよ。それは練習してください。やめた方がいい。オッケー。で、しーちゃんは、しーちゃん何かありますか？そうね、うん、しーちゃんはなんだろうな、で一番見てますもんね、あの、うん、ホテルとかもいつも部屋、ね、先輩、先輩一緒ですもんね、ホテルもね、うん、いつもありがとうございます。媚び売ってる。急にもありがとうございます。お風呂からすぐ出てきてくれて本当ありがとう、いつも。なんですか、しーちゃんはもうちょっと心を開きなさい。閉じてますよね、やっぱり。閉じて。いや、これで開いてるんですよね、多分ね。もう だいぶね。うん、開いてる方だと思いますよ、先輩。なんか結構ミステリアスすぎて。そうですね。あの、よくいなくなるんですね。いますけど。で、なんでいないのかが分かんないの。うん、なんかそのこうするからいなくなるよって言ってほしいってことで、ね、うんうん、トイレに なんか行くねって言ったら、いない、トイレ行ったからいないよって分かるじゃないですか。うん。本連想がないからね、だいたいね。わかんない。結構言ってる。多分ね、伝わってないよ、多分。全員には言ってる。一人ごとぐらいの感じの、ほんと一人ごとのぐらいの音量で言ってとか行くから、えぐらい多分思ってる、みんな多分。ずっとちゃんかなに怒られてるよ、それでもう。うん。そうですね、ありました。そう、あと今回のその熊本遠征の時に、ホテルに温泉がついてて、うん、で、みんな温泉、うん、結構遅くまでやったからみんな入りに行って、ま、メンバー全員あったし、うん、まこさんも入ってて、うん、温泉でね、そうで、椎名さんに、椎ちゃんにちょっとあの同じ部屋だったから温泉行く時に、うん、あ、どうします、あ、どうします、どうする、いいよ、まあいいよ、椎名ちゃんどうする、行くって聞いたら、ま、最初行くみたいな感じだったのに、うん、私が出ようとしたらちょっとなんか考えるみたいな感じで結局来なくって、基本お風呂入らないですよ、絶対一緒に。そう、私唯一裸見てないの。なんか理由があるのかな。だから多分ね、ついてんじゃないかな。お豆はね、お豆はそう思ってる、ずっと男の人なのかなと思う、ね、だってこんな固くないみんなで温泉行かないの、うん、おかしいもん、おかしい、やっぱり連絡されたコンタクト問題とか。いや、わかるよ、わかる、わかるけど、こんなに固くなに多分ついてるよ、何か見られたくないものがあるんだよね、多分ね、うん、ないないない、スイッチとかついてるのかなって、なんか謎すぎて違う人出てくるの、中からわかんないけど、うん、じゃあ、そこね、ミステリアスすぎるぞって、うん、心開けってことですね。わかりました、先輩、大丈夫かな、みんなこれで。はい、ありがたい、ためになりました、ありがとうございます、ありがとうございます、素敵なレディになってください。はい、頑張ります。ということで、以上、リン先輩のお悩み相談室でした。めちゃくちゃ NG ですって言われてる。めちゃくちゃ NG？ それは NG ですってめちゃくちゃ言われてる。え、でも時間的にどうなのかな、時間的に熊本の話したすぎて、熊本の話したい。でもあれですよね、フレッシュだとあと5分でニコ生が終わっちゃう。そう、ニコ生の、あ、そっかそっか、そうだからニコ生のために一旦告知しますか。そうですね、オッケーオッケー、あ、はい、確かに、はい、ちょっと今日はあの書くの忘れてしまいましたので口頭でいきます。9月の18日次のギリギリ東京クリアーズ生決定しました。イエイ。そして9月の22日東京クリアーズワンマンライブ、しーちゃん生誕祭です。イエイ。イエイ。そして、10月の20日東京クリアーズカウントダウン
ツアーライブ追加しまして in 埼玉。イエーイ。はい、この日は川越クリアーズと東京クリアーズ、群馬クリアーズのスリーマンライブになります。そして11月の17日18日をもちまして、卒業となりますので、今日もチケットを販売してますので、ぜひ遊びに来てくれたら嬉しいな。ありがとうございます。生ギリカーももう数えるとこあと2回とかになってくると思うので、よかったらね、ぜひ観覧にも遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。ということで、どうしましょう。フリートークをね、ちょっとこの後にするはずだったんですが、はい、フレッシュではまだ放送しようから、うん、だからニコ生はちょっと終わっちゃうかもしれないんですけど、うん、フレッシュは2分ぐらいで、あの遅れた分、ニコ生延長されてる？延長されてる。あ、本当に？あ、よかった。あ、じゃあ、あ、じゃあいけるね。あ、じゃあちょっとしま、どれくらい延長できるのかな。10分ぐらいですか？予定的には15分ぐらい遅れた分ぐらいですか？20分延長。あ、20分延長になりますので、9時20分までの放送になりますので、はい、このままでお願いします。じゃあフリートークしますか。じゃあちょっとそれまでね、うん、食べていこうかしら。ちょっとね、熊本のね、すごいエピソードがあるんですよ。本当にだからそう、ツアー始まって、そう最近ね、名古屋、大阪、熊本行きまして、うん、はい、ツアーの遠征はもう全部終わっちゃいますね、東京に行くの。うん、どうでした？熊本、いや、あったかかった。みんなが本当にお客さんがすごいあったかくて、ウェルカムだったね。そう、ね、そう、遠征してくれた皆さんもありがとう、ありがとうございました。お疲れ様でした。ね、空港にもようこそってやってくれてる方がいたり、そうそうね、8時とかやったのに嬉しいよね。はい、ね、そんなことよりそんなことよりあの話がそんなことよりも頭よぎるの。熊本で事件があったのね。そうなんだけど、お知らせしたくて。そうなんだけど、ちょっと一回熊本のさ、そのライブが良かったってエピソードもちょっとせっかくちょっと伝えましょう。いや、それはそう。あ、なんか熊本はなんかそう、熊本クリアーズがすごいパフォーマンスがめちゃくちゃ良くて、そう、可愛かった。元気でね、パワフルでフレッシュで、で、あとはなんかそのなんか色紙とかくれたりとか、ね、寄せ書き書いてくれたり、一人一人にあんな細かくちゃんと書いてくれてたし、メンバーからもファンの方からも寄せ書きもらって、うん、そう、なんかちょっと遠征だから荷物でちょっと邪魔になっちゃうかもしれないってことで、こう旗、うん、布にね、旗にこうメッセージ書いてくれて、ね、あの白いつなぎの写真でさ、お前があのシェフのみたいな、ね、三つ星シェフみたいな感じの三つ星レストランのシェフみたいな、そうそう、写真があんねんけど、そうそう、書いてもらったりとか、もうめちゃくちゃ本当に良くてね、うん、ね、もうこんなにウェルカムだったらもう一回来たかったもんね。うん、本当にもっと行きたかったか、熊本に今までね、うんうん、でもう一回行ったらまた同じことしーちゃんがしててくれたかもしれない。嬉しいよね、そうなったらね。しーちゃんがすごいことになってたんですよ、本当に。え、もともとその要は2泊3日したんですね、私たち。後泊したんね。後泊したんです。あの、もう帰れないっていうことで、うん、もう1泊熊本に泊まったんですよ、うん。要は次の日が休みなわけじゃないですか。うん、で、まこさんはもうぶち上がる予定でいたんですね。で、まこさんは延泊するしね、まだ。その後もね。で、いっぱい飲みたいとか、ね。私はちょっと、まあ、あの、今週の8月23から26までちょっと舞台本番が控えてまして、告知。そう、ちょっと喉のこともあるんで、ちょっと、その日ちょっとだけ飲んですぐ帰りますと、もう、うんうんうん、って言ってたんですよ、うん、で、まあしょうがないねみたいな感じで、その一杯飲んだんだよね、うんうん、一杯飲んで私は帰ったんですけど、その後まだ飲んでたんだよね、うん、みんなは。私たちもでも先に帰っちゃったけど、ね、マッサージを予約してたんですよ。マッサージ、あの部屋に来てもらうやつを、うん、で、みんな1時間ずれぐらいで、うん、予約して順番に帰って、そう、うんうん、で、うちらの後がしーちゃんやったんですよね。 そう、うちら同じ部屋だったんで、でも私がいる時はもう結構すっごい楽しまれてて、うん、そうですね、ダーツとかね、どう楽しまれてたんだ、ダーツとか、どう楽しまれてた、どう楽しまれてた、待って、何を言えばいいの、待ってどう楽しまれてました。いや、おまめが見た時はなんかあのこういうさ、長いニワトリさ、なんかわーってなるさ、お腹を押すと押すとなんかわーっていうやつがあるんやけど、それをなんかしーちゃんの両耳にあって、そのしーちゃんがダーツこうやって投げようってしたとこに出ましようと思ってわーってやったらしーちゃんがみたいな、 それを死ぬほど繰り返してたんですよ。そう、すごいいい反応して、もう死ぬほど繰り返してた、それを。そう、耳弱いとか言い出して、うん、そうてかあ、とか言って耳の音にキャッキャッみたいな、喜んで、彼女も喜んでる。そう、それを見て喜んでる、しーちゃんが喜んでくれるから。そうで、それで、その時点ぐらいでうちら帰ったんですよ。もう、そう、耳だけ喜ばしてる感じ、喜ばして帰って、で、そっから多分1時間後ぐらいなんですよ。で、うちらのマッサージが、うちらの後やから。そう、私が1時で、2時で、3時だったんでね。うん。で、まぁちょっとずれてたんですけど、遅れて遅れて。で、なんか、うちら終わってから、あの帰っていったら、
またトントンってホテルやらあのでどうやられてマッサージ師の方がね。そうでなんかでしかもなんかしあの知らんけど大木さんで予約してるんですよ名前が。そう名前が。マコさんがねまとめて。名前大木さんスタッフさんの名前で。あの大木さん起きないんでキャンセルでよろしいですかって言われて寝ちゃったので、あ、わかりましたすいませんって言ってそう終わったんですよそれとりあえずねそれはで次の日起きてそうでちょっとみんな座ってたらそうしーちゃんがこう普通に何に普通に入ってきて車でね外に出たんですね外出てなんかこういうストレッチしだしたんですよこうやってストレッチで別になんかあれなのかなって何も思ってなかったんですけど、うん、ちょっと気持ち悪いのみたいなうんみたいなその帰りその空港まで向かってる間にちょっとみんな疲れてちょっと寝てたんですよ そうそしたら急に思いがえなんかずっとナイロン袋がガサガサする音が聞こえてきたんですよでパッて見たらあれしーちゃん履いてるっていう声が聞こえたの聞こえてみんなパッて見出して結構シーンとしてるじゃないですか全然聞こえないよ無音無音生えてるって言うからみんな見たらなんかなんかもう本当に聞こえない聞こえないですよねもう吐き慣れてるガサガサしかそうガサガサだけなんか袋のガサガサだけ聞こえるの袋もなんかこういう感じで両端いい感じに結んでですごいなんか吐いてるってなって出てるのも透けてんじゃんそうでもなんか水分なんですよ水分何もない水分少ない感じで、うん、えポッカレモンかなみたいな感じのそう感じででもなんかえ気持ち悪いしーちゃんみたいななんかあんま言わないんですよだからそう言わないの二日酔いないなのうちらやったら多分リオちゃんがもう乗ってきた瞬間に二日酔いやばいわみたいなそうそう気持ち悪いとか言うんだけどリオちゃん何でもアピールするそう何でもやっぱしーちゃんは言わなさすぎて誰も何も気づかなくたまたまなんか隣にいたから多分隣にいて誰もいなかった誰も多分気づかなかっただって前にいてねそう、うん、だから空港にまあはい、着いて。で、その前に、それで、だから、リンが、でも結構やばかったですよ、シーベさんって。そう、私だけ、ね、私は、一人ぶち上がる予定で、マコさんとね。みんなマッサージしたんだけど、マッサージ受けずに、さ結果的にマコさんと二人で飲んでたの、私は。一人だけ予約してないの予約してないの、もう最初から。そもそもね、で、まあ、シーベさん先帰ったから、その後1時間後ぐらいかな、うん、に、ホテル帰ってきて、で、まあ、マッサージの人いるんだろうなと思って、開けたらいなくって、シーヌさんがもうすっごい状態で寝てんのねもうあの言って大丈夫ですか いいよ浴衣着てたからね浴衣着てたけど着ててでもパンツを履いてなくてもパンツ履いてないんだよでみんなパンツ履いてないよまだ裸んぼだよ毛布かけてなんか全部もう丸見えなのよでえ嘘だよねと思ってそんな姿見たことないからこんなに一緒にお風呂入らないよね初見それはやばい初見それはやばいよね普通に見せてよだったらねもう二度見しちゃってえでもちゃんとついてなかったついてなかったそうなんだ女子だったやっぱりそれでもじゃ危ないと思ってもう布かけてあげてありがとう優しいそうでその10時集合だったのね10時ロビーだったの私9時半に起きてもあの用意早いからもう9時半から30分でシャワーとか浴びてバーって用意するんだけど9時45分だったのシーナさん起きなくって結構ギリだねそうでやばいと思って起こしたらあーもうそんな時間って言ってでその後は起きたんですけどトイレでそう起きてでその後トイレで吐いててもう朝一から吐いてたんだでもすごいよね吐く音がしないんですよねいやマジで音しないのもうすごくないなんか蛇口あんのかなぐらいさキュッてやってキュッて止めてんのかなみたいな咳の音で分かって吐いてるなって感じってことだって多分吐いてるのかなねなんかほーみたいなないもんねほーみたいなほーって感じそうほーって言うすごいよねすごいよでっていう話を車の中で聞いてこれまだ今半分ぐらいだから、ま、だ半分だよこっからこっからすごいことになるで空港行ったのよでまず空港ついて消えるわけよまずもういないのみんなご飯食べてんのにもうチケットを発見するところもういないのよまずトイレ行ったねそうで何も言わないで言ってるそれもそうで、あの多分トイレ行ったんだよねって言って、うん、でまたパーって勝手に急に帰ってきてで荷物を預けてこれしーちゃんチケットだよって渡して、うん、そしてまたいなくなったのねまたいないわけそうで、うちらはこう1時間半ぐらいあったからご飯食べたりとか、ね、ご飯食べてお土産見たりとか、うん、いちいち全部連絡してんのよそうあのこのお蕎麦屋さんにいるねとか一切既読にならない出たよとかお土産のそうそうで、まあ、いよいよもう乗るぞっていう時に電話来たんだ誰かがで、かけたのよかけたのかかけたもういるのどこなの中入るよっつら中にいるよっていういやもうおるんかいもう入るわって言えよって言ってよそう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 で
中はでも誰も見てない。でも誰も会ってないの、しーちゃんが。合ってる合ってる。どこだったの？どこだったの？あの待合室、待合室にはいました。機内では。うちらは見てないもん、待合室。うちらも会ってないよ。待合室いましたよ。お前は機内で見たの。私は機内でも見てないよ。で、待合室で見ました。いたいた。でも妖怪みたいなね。あそこで見たみたいな。あそこで見たよ。でもとりあえず私のイメージはその荷物預けてそっから消えてんのね、ずっと。そうそう。で東京着いてもいないし。でしたらお豆がさ、なんか言ってたじゃん。そう、お豆のところから、お豆が乗った席からしーちゃんがこの辺斜め前らへんにいて、でなんかおじさんの隣だったね、窓側で2人席のおじさんが通路側で、で何回も CA さんが来るし、何回もあのおじさんがなんか大丈夫ですかみたいなやばいでしょ、なんか喋ってるんですよ。であんま聞こえないのね、聞こえないよ、会話も聞こえないけど、お豆はそうだから、そうでも多分あ、また履いてんのかなみたいな思ってて、うん、でそのおじさんはもう嫌やから席変えてくれって言ってるんかなとか、なんかもうその何回も CA さん本部で多分お豆見ただけで4回来てたんですよ。でなんか本当になんかもうこういう乗り出されて大丈夫ですかみたいな感じですごい私そうやってたから、あ、やばい大丈夫かなみたいな、すっごい心配されてると思ってっていうので終わって、でそれをついてからこの話聞いたんですよ。そう、お豆が降りてから、ね、東京に着いてめっちゃ心配されてたわみたいな、うん、そしたら CA さん2人来て、じゃあそれしかもまずしーちゃんと一緒に降りてくるときにしーさんがついてきてるんですよ、こうやって二人ね、二日酔いよこの人。そうそう、で二人しーさん二人二人ついてきて、で隠れて、そうで、もう大きさね、しーちゃんなんかしーさんについてこられてるんですけど、車椅子用意しますかとか大丈夫です大丈夫です。そう で, でその後ね、でその後しーさんが二人来て、しーなさんトイレ行っちゃったんですよ。そうトイレ行った後にいなかったのよ。そうまたいないのよ。でみんないて、で今この説明を聞いてたら、そうこうでさあでさあって言ってたら、すみませんのお連れ様大丈夫ですかって言われて、ちょマジで本当のガチな顔でどういう状況ですかって言われて、そうそうそう、あの二日酔いですって言ったら、見たことないぐらいドン引いてたんですよ。いやいや多分あの感染症やと思われて、そうそう、だからすっごいマークされてたのよ。そう本当なんですかみたいな、なんでこうなってるんですかみたいな、あ二日酔いただ履いてるだけです、すいませんって言って、でしーちゃんだから一回も言わないのよ、しーちゃん二日酔いだって、うん、だから秘密に、なんか病気を秘密にして持ち込んでると思われてなんで言えへんのって言って、最初に言ってたら、いけてるのもあの人たちも多分感染症やと思ってるから、そ、うんうん、でそれ聞いてその CA さん二人はあってなって、履けたと同時にこっちからしーちゃんがすっきりした顔でしーちゃんって恥ずかしいよ言ってよ言ってよ、二日酔って自分でとか、まあちょっと言おうと思ったんだけど、なんかまあすっきりしたってっていうで、ちゃん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 、すごくないですか、ね、すごくないこの話マジでやばい、ね、あんな CA さんがすごいなんかドンビてか、あんな引いた顔の CA さん私絶対ああいうなんかあの機内のやつで言われてたよ、あそこの何十何番の人は多分感染症持ってますよ言われてるぐらい、マークされてるぐらい、なんかすごいあのなんか何回も来てたから、うん、マジで感染症やと思うね、ほんま早言ってね、二日酔いは、うん、はい、ほんとしんどかったしんどかった、そうだったもんね。だって普通にその飛行機乗ってる時もエチケット袋2つなくなっちゃって隣のおじさんがだってさ、フライトさ、フライト1時間半ぐらいやん、どんだけ含めんで、その間3枚目使って、ホテルでも入って、車でも飛行機でも入ってるからね、出てからもでしょ、うん、すごいよねもう何もないんじゃないのてか、そんな飲んでないでしょ、そんな、そんな、うん、そうなのよ、そうでしょ、だから、本当に弱くなったんだなと思って、そうよね、びっくりして、だからね、昔のように行かないのよ、ね、昔のように行かないのよって言いながら帰ってきたよね、そこからね、昔のようには行かないのよってうちら、そうやって言って帰ってきた、驚いたのよ、つって、いや、あれ面白かったよ、面白かった、これめっちゃ面白かったよ、ほんとね、CA さん聞きに来た時に、そう、CA さん来た時にね、動画撮りたかったですよね、ちょうどね、確認してるとこだったんですよ、もう CA ちゃんその前まで回してて、みんなでなんか着きましたみたいなやっててね、ちょうど切った時に、そうなんですよね、お連れ様どういう状況ですか、二人だよ、CA さんめっちゃ深刻な顔してたんだよ、うん、もうなんかこれなんか日本に運んできたかもしれないみたいな、新しい、うん、熊本は日本ですけど、ね、都内に感染症さ、うん、っていうぐらいのなんか感じだったじゃん、うん、めちゃめちゃ深刻そうでしたもんね、いやびっくりしたな、ほんと神言ってよ、うん、ごめんね、うん、いやごめんねじゃないよ、うちらにじゃなくて CA さんに使えるかって言ってよ、隣のおじさんもだよそうだね、
いやでもいつもねしーちゃんはそういう伝説を遠征先で過ごしてくれるから、仙台もそうだね、仙台だっけ、うん、そうだね、マーライオン事件、しーちゃんがマーライオンになった時ただ本当に綺麗、いつも綺麗、そういつも綺麗、汚いのが見たことない、本当にそうそうそう吐き方もすごい綺麗、吐くものも綺麗、そう吐くものもで、え、ほんとこんな人見たことない、そう本当に静かに吐くしさ、うちのマーライオンを私は見てないんだけど、ほんと見てたらマジマーライオン、ちょっとやってどんな感じだと思って車降りながらだ、ね、車まずそれ車乗ってて、ちょっと下ろしてください、一回窓をこう開けて、うん、まず綺麗ね、まずね、まずね、で私はそのカッコつけてんのかと思ったの、うん、その二日酔いでカッコつけてんのかとかって冗談で言ってて、そうリアーチ結構二日酔いとかはなんかカッコつけて、いつもカッコつけてない、空気吹いて、毎回なんかあの二日酔いって聞いてほしそうにするの、うん、そこでアピールね、うん、そう、それでも本当に気持ち悪いの、でもなんかうちは結構マジ気持ち悪いっていうのに、しーちゃんは、うん、なびかして静かにね。え、なにしーちゃん気持ち悪いの、うん、でもほんとこの感じ、いやほんとそんな感じ、うんうんうん、って感じなのね、で駐車場入った瞬間にちょっと降りますとか言ってガチャンと開けて、うん、降りて草むらの方にこう行って髪の毛を行きながら、もうそうやって行きながらもうマジでマジだマジなやつだから、こういうことすごくない、髪の毛の技だ、髪の毛を髪の毛じゃないそうだよね、で、うちなんかテクテク歩いてとかバーって見たら、えぇーだってしかも結構白かったね、白透明、白透明、ポカリって感じだった、そうだ、飲んで出すっていうスタイルだよね、しーちゃんね、ずっとそのまんまね、そのまま飲んで出すを繰り返して、何してんだよ、出し入れ、出し入れしてんの、でも出し入れ、熊本の時家切れてきたって言ってましたよね、黄色かった、最後、あ、だからポッカレモンみたいなやつだったの、やばいよ、本当にすごいよね、すごいてか本当にどうなってんだ、まあ、こんな人見たことないもん、マジで、ね、マジでないわ、だからもし、ね、履き方がね、女性の方とか綺麗に履きたいなっていう方はぜひしーちゃんに聞いて、うん、そういうの YouTube に上げたらすごい再生してる、確かに、綺麗なオブツの履き方みたいなギリ島でやってみるか、ね、もしかしたらバズるかもしれないですよ、バズるかもしれないよ、ゲロゲロ東京クリアーズということやだやだやだ、無理無理、そういうこと、そういうこと、でも本当綺麗なのよ、すごいスマートだよね、スマートですね、あとはもうそんなもん、熊本のちょっとほぼしーちゃんのしーちゃんの話やったよ、全部しーちゃんの話20分近くしてるから確かに、いやでもなかなかないもん、こんなエピソードね、ないよ、で車の中でまず入ってることもすごいし、あれ見つけてよかったわ、マジすごいよね、ほんまに CA さん気づかないところだったよねうちらも CA さんみたいになる感じになってる、いや本当にしーちゃんどうしたのみたいな、知らなかったら ね大変、すごい、どうですか今の気持ちは、今の気持ちは反省してます、え、何についてですか、あの二日酔いって黙っててごめんなさい、そうだねそうだね、そんなことについて、それはそうだよね、言った方がいい、そう言った方がいいわ、言った方がいいよ、やっぱり、ね、今日はもう大丈夫ですか、超大丈夫超大丈夫大丈夫、よかったよかったよかった、本当よかったよ、ね、何やったかな、あとなんか振りとくわ、あ、なんかテーマ他にあるの、あ、でもあと5分ですね、あと5分と、もう5分なんや、なんか今日めっちゃ喋った気がするね、今日すごい喋ったね、いや多分あの遅れてる間にもねめっちゃ喋ってるからね、熊本の話、ゲロの話だけだったねえいやもっとあったんだけどね、もっとあったよ、でもカリンがめちゃくちゃでかくなっててビビったね、マジで、いやでかいよ、びっくりしよう、抜かされたね、うん、もう余裕で抜かされてた、うん、小3から中1か、うん、もう色気あったよね、え、ねえ、うん、やばいじゃん、カリン先輩じゃんそう、カリン先輩、カリン先輩、いやみんないいよ、熊本の子たち素直でね、ほんとなんかフレッシュやわ、ほんと落ちちゃった、イヤリングがいい子しかいない、ほんとだ、うちらもさ、あの11月に卒業しますけれども、うん、みんなどうすんの今後、うん、ああ確かに話したことないもんね、うん、そういうのね、うん、どうすんの、決まってるのみんな、決まってる人、まあ、あと 4分あと4分する話じゃないやん駆け足でする話じゃないやんちょっとほんと30秒ずつぐらいつまんでさ、うん、キャッとさ、何したいとかないの、リン先輩は私は、なんですかね、なんかお金儲けなんかしたいな確かにね、さすがリン先輩らしい、確かにね、なん
か FX とかもやってみたいんですよね。株この前なんか勉強してたもんね。この間ちょっと個人でラジオの仕事行った時に、仮想通貨のちょっとそういうラジオで、だってなんかすごくないですか、自分が1万円を投資してそれがもう大きくなってくる、1万円じゃさすがにあれですけど、なんか勉強したらね、でも頭いいからなんかできそうだよね。めちゃくちゃ下がったけどね、しーちゃん買ったやつ、ほんまに、ね、あ 今下がってるんですよね。その時ね、当時というかね、全盛期にそんな感じだったよね。1万円がめっちゃボーンってなってたのに、なんか決まってる人います？私は今あのアプリでタウンワーク入れました。えタウンワーク、めっちゃ何働こうとしてるの、タウンワークって何、バイト探しはタウンワークって松本さんが何か働こうとしてるってこと、いやなんかちょっとどういうのがあるのかなと思って。でもさ普通の仕事できんの、えできないかな、できないかな、わからないわからない。えだからタウンワークをダウンロードしてみた。あとミックスチャンネルっていうなんかその配信のね、ミクチャ、そうあれをちょっとダウンロードして、その配信かタウンワーク、配信しながらタウンワークだバイト見つけるそうそういうこととか、なんか何も決めてない、本当にどうしよう、カルが舞台か、私はもう一人で、私も一人で一人で歩いていくやっていきます、あ芸能はやりますね、まあ事務所入ってるし、うち入ってないからな、お前はフリーダム、お前ちょっと海外行きたいな、やっぱりちょっと、やっとそんな1年とか2年とかじゃなくていいから、ちょっと一回長期行って短期で行って、もうちょっと帰ってきてから考えようかな。しーちゃんは衣装を作りたいなと思ってます。あーなるほどね、友達とかから、あいいじゃんいいじゃん、近いところからでも、アイドルとかね、義経のなんかママになってもいいかな。義経のママ？タレント犬みたいな。本当いいと思う。タレント犬だってさ、タレント犬に誘うから。義経がさ、アイフル犬みたいになったらさ、いや稼がしょう。めちゃくちゃマネージメント上手いと思いますよ。マネージメント上手い。頭切れるし、もうつねちゃんのこと多分めちゃくちゃプレゼンできるじゃないですか。ここが可愛いんですみたいな。マネージャーだね。まあマネージャーかな。決まったでですぐでもいろんなのやりたくなるし、確かに、この前もお花屋さんになりたいとか言ってたし、だからお花屋さん探してたんだけど、ちょっとあんまり行けてなかった、時給がちょっとあんまりよくなかった。普通の仕事時給多分そんなもんよまあそんな感じ、まあね、あっという間ですけど、どうでした、りんちゃんは。そうですね、なんか私らしい企画をちょっと出せたんじゃないかなと思うんですよね、確かにこれ楽しかったね、これとか、流行りの激マズドリンクもいい感じで、いい感じだった。そうだね、そう激マズドリンクはコーヒーと、あれ言いましたっけ、言ってない、そうコーヒーとグレープフルーツジュースとコッカレモンとコチュジャン、コチュジャン変な味だった。そう、だからめちゃくちゃ納豆っぽいのかっていう感じので、まあ、とりあえずまあ来月はあと一応ターン的に言うとリュウチになるんですけども、はい、まあ、残り少ないということでメンバーでみんなでプレゼントをしていきたいなって思っていますので、ぜひ来月も9月18日見てください。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。